皆さんこんにちは。星野写真家タイムラプスクリエイターの成沢博之と申します。こちらにあるですね、シグマさんからお借りしてるレンズがありまして、これ新商品の6600の F4.5 から 6.3 DGDN スポーツというレンズをお借りしてます。今日はですね、このシグマさんの6600で星を撮ってきましたっていう、だからもう単純に結像性能ですよね、をレビューしていきたいと思います。それでは行きましょう。L マウントのカメラ持ってるのはこの今 SIGMA FPL と、今この動画を撮ってるパナソニックのルミックス S5 なんですね。なのでオートフォーカスが強いカメラって私 L マウントではないのでレビューはできません。で、単純に星撮ってきたんでね、それの写真を見ていただいて、皆さんにこのレンズね、すごいレンズよ、すごいレンズだと思いますっていうのをお伝えしたいと思います。このレンズ1ヶ月ぐらい使わせてもらってたのかな。で、今見ているのがフォトショップライトルームの画面なんですけども、6600で撮影した写真で今くくっているところです。で、ずらーっといってね、こんなの撮ってたんだって今ちょっと思ったりもするんですけど、まあこういうバラ星雲とかさ、撮ってたりしました。ボディは全部 SIGMA FPL で、はい、撮ってました。で、これ見ようか。これあれですね、ZTF 彗星ですね。1月21日に撮ったやつですね。太陽を通過して一番燃え盛っている時に来た最初の、土日の新月期っていう感じで、みんなこの時期撮ってたんじゃないかと思いますけど、ね、この今これ画像処理してないデータですけど、で、見ていきたいのは結像性能です。これは今右上を見てみると、感度6400600mm F6.3 開放ですね。このレンズの開放で60秒という露出で撮影しているものです。で、パッと見た目ね、ちょっと周辺原稿っていうのは若干あるなっていうのは分かると思うんですけども、さて開放で 600mm 側でどんな結像性能なのかということをアップしていきたいと思います。それでは恒例のいきます。はい、中央。いや、鋭いですよ。とても鋭い。で、周辺。これね、これすごいよ。これすごいよ。天体望遠鏡並みじゃないかな。ズームレンズでオートフォーカスを手ぶれ補正ってね、この余計なレンズが挟んでいるにもかかわらず、周辺でこれだけ点で撮れているっていうのは、すごいことですよ。あ、言い忘れました。これ赤道儀で追尾をしています。ので、60秒露出していますが、星空をこう赤道儀がね追いかけてくれてるっていう状況とかですね。これね、すごいよ。結構やばい。これオートフォーカス、まあいいよねみたいな話とか、手ぶれ補正効くよねみたいな話プラス、やっぱ結像性能もねすごいんですよこれ。まあフォーカスはもちろんマニュアルフォーカスですけど、すごいよこれ。なかなかここまでの望遠レンズ見たことないですよね。まあいい値段するからね、シグマさんにしては結構いい値段するじゃないですか。だから値段をコストをかけてきただけの価値のある性能じゃないかなというふうに思います。ちなみにね、参考までにそんな天体望遠鏡並みっていうけど、天体望遠鏡ってどんな画質よって多分思うと思うんで、なんか見せてみましょうか。ですね、ご覧いただいているのが、M42 オリオン大星雲っていうものですね。こっちがね、SD81S っていうビクセンの天体望遠鏡なんですけど、正当な評価にならないんですが、こっちが SD81S で、こっちが6600ですね。まあ、大体焦点距離近いようなとこなんですけど、SD81S の方がですね、フィルター入れてるんですよ、これ。ちょっと、なんかフィルターなしのなんか似たような焦点距離に作例がなくて申し訳ないんですけど、こっちがですね、天体写真用の干渉系フィルターを入れてるので、だいぶ色が違うんですけど、はい。でね、何をこれ見せたかったかというと、
天体望遠鏡ってね、レンズ枚数が少ないんですよ。3枚とか4枚とか、多くても5枚とか6枚なんで、そのレンズ枚数が少ない分、光のロスとか像の劣化とかが少ないので、こういうレンズ枚数の多いオートフォーカスとか手ブレ補正とかのついた、カメラ用のレンズと比べると設計的に絶対的に有利なのね。でもそれと比べてどうなのかっていうのをちょっとお見せしたいんですよ。これが今拡大してますが、天体望遠鏡の製造、この星の大きさとかですね、覚えておいてくださいね。でこっちが60600、これどう思います？これあんま変わんないよね。これね、すごいことだと思うんですよ。でね、周辺もちょっと見てみましょうか。天体望遠鏡60600、天体望遠鏡60600、ちょっと完全に同じ構図じゃないので比較はしにくいかもしれませんが、この色の濃い方が60600ね、ちょっと緑がかってるのが天体望遠鏡の方です。でこの星の小ささっていうかね、鋭さ見ていくと負けてないよね。うん、露出時間が天体望遠鏡の方が多いんで、ちょっと星がふわっとしてる感じありますけど、とりあえずね、分かる人は分かると思うんですけど、これねすごいレンズよ、これ。はい、とてもいいレンズです、これね。だからパッと見た目、これね、天体望遠鏡で撮ったんじゃないんですかって言われても、まあおかしくないっていうか、カメラのレンズもここまで来たかっていう感じですね。でね、これがね、60ミリ側かな、60ミリ側で撮影したやつですね。ちょっとホワイトバランス整えましょうか。あ、いいじゃん、60ミリも。いいじゃん、60ミリも。あ、でも60ミリ側だと周辺がそんなに良くない感じするね。これ、私がピントミスってるんじゃないよね。真ん中はめちゃめちゃ鋭いけど、周辺は、60ミリ側はそうでもないのかな？60ミリ。200ミリぐらいになると、200ミリぐらいからもうだいぶいいね。だいぶいいね。自分のピント合わせのミスとかじゃなければ、望遠になればなるほど、まあ周辺像が良くなるように設計されているのかもしれません。自分の撮影結果がまあ間違ってなければという話になりますが、あ、これ60だね。それ60ミリの別の写真があったので、あーでもやっぱりそうだね、60ミリ側だとこうなんか色収差出てるもんね。これ100、等倍100倍で見てますけど、もう中心はシャープと。あ、やっぱり間違いないみたいですね。このレンズは60ミリ側はその周辺の結合性能ではそんなに良くなくて中心に寄ってますよと。でも600マ側までがっつりいくと、もう天体望遠鏡並みの性能が出ますよ。すごいね、周辺までがっつりてんだね。がっつりてんですよ、周辺まで。まあそのスタートのね、60ミリぐらいから使えるので、なんかあれはホームページとか見ると、なんだっけ、あのブルーインパルスとさ、こう飛行機のなんていうの、煙と飛行機ブルーインパルスと一緒に入れるには60ミリが最適だみたいな感じのことを書いてあったと思うんですけどね。一応野鳥の写真も撮ったんだけどね。これ山柄だっけ、山柄。うん、ピヨってシグマ FPL で撮るのは結構厳しかったですけど、まあなんとか撮れましたね。ああ、やっぱいいね。うん、という感じになります。はい、なんかベラベラ喋っても長いので、まとめると、シグマの60600、非常に素晴らしいレンズです。で、星というですね、究極の天像を撮影して、見て感じたことっていうのは、60ミリ側は中心はシャープだけども、周辺はちょっと色周差があったりとか、あのコマ周差が若干ありますよということで、望遠になればなるほど、まあ私の写真だと200ミリぐらいからですよね、600ミリぐらいまではもうバリバリシャープな感じで、星、天体写真も使えるぐらいのものになってきてますよということですね。でこれね、結構便利なのがロック機能ね。いろんな焦点距離、いろんな焦点距離でこうロックして
このレンズがずり落ちないようにね、これ上を向けてもレンズがずり落ちないようにっていうような設計になってるんで、そこねすごくやりやすかったです。はい、それでは今日はここまでになります。また次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。したっけねー。